国際連合、今後活動は、今後共和国に展開した、国際連合平和維持活動。国際連合安全保障理事会決議143に基づくものであり、今後動乱に際し、今後民主共和国へ、国際連合が軍事援助を行い、ベルギー軍を撤退させ、その他の傭兵などの軍事組織からの今後共和国の独立と内戦の阻止を任務としていた。 1960年6月30日に独立したコンゴ共和国は独立当初より正常不安定であった。ベルギー領コンゴには治安武装組織として公安軍が編成されていたが、これは士官のほとんどがベルギー人であった。ベルギーは独立にあたり士官要請や援助を行わなかったため、独立直後には公安軍の士気が麻痺する事態となった。この事態により、 7月5日には、公安軍兵士は、現地在住白人を襲撃するようになった。これを見たベルギー政府は、自国民保護を理由に、軍事介入を決意し、今後共和国の要衝を制圧した。これにこうして、ベルギーの指示を受けたカタンガ州が、モイーズ・チョンベの指導の下、7月11日に、分離独立を宣言して、カタンガ国が成立した。これらの動きに反発した。 今後共和国首相のパトリスルムンバは7月12日に国際連合へ支援を要請した。これに答え、国際連合安全保障理事会は7月14日にアンポリ決議143を採択した。決議143では、ベルギー軍の今後共和国からの撤退を求め、今後国軍が治安維持を行えるようになるまで、今後共和国と協議の上、各国から、 軍事援助を行える手段を取ることを国際連合事務総長に求めた。ヨーロッパとアフリカを中心に兵力が要請され、順次今後共和国へと投入、国連軍が編成された。この動きは決議145でも確認された。ベルギー軍は今後共和国から順次撤退を開始し、国連軍に交代し、カタンガ国内へも、 独立問題へ関与しないことを条件に進中した。1961年に入ると、カタンガ国政府は豊富な鉱物資源による経済力と一部西側勢力による支援を受け、ベルギー人将校を中心とした傭兵を雇い入れ武力を強化してきた。これらはカタンガ憲兵隊として組織された。他にも中央政府に反発する勢力があり、 今後国内は4分5列となっていた。1961年1月にルムンバが殺害されると、国際世論はルムンバ派の支持に動き、1961年2月21日の決議161は内戦停止のための適当な措置を直ちに取ることを求め、外国軍や傭兵勢力の今後共和国国内からの撤退を求めた。国連軍も増強され、 1961年7月には兵力約2万名まで増強された。8月に国連軍は乱パンチ作戦を実施し、カタンガ憲兵隊を武装解除し、外国人傭兵を逮捕、国外追放にした。9月に実施したカタンガ国政府幹部の逮捕を目指す妄想作戦はカタンガ側が警戒していたこともあり、失敗に終わった。カタンガ側は 航空兵力によりアイルランド部隊を包囲するなど国連軍は苦戦した。9月17日には朝廷活動中の国際連合事務総長のダグハマーショルドが北ローデシアにて飛行機事故で死亡している。12月に入り国連軍はカタンが憲兵隊へ再度攻勢をかけた。スウェーデンの戦闘機部隊の支援を受けた国連軍は カタンガ憲兵隊へ打撃を与えることに成功した。1962年中は政治交渉が続けられたが、12月から1963年1月にかけて国連軍が攻勢を実施、カタンガの要所を占拠し、チョンベは亡命し、カタンガ憲兵隊は崩壊した。今後動乱は一時収束した。オニック国連軍は1963年2月から順次、 撤退を開始した。今後政府が中流を望んだことにより、完全撤退は1964年6月30日のこととなった。オニックは、兵員245名、文民スタッフ5名の犠牲者を出している。ありがとうございます。